どうも、井手隊長です。アシスタントのりさです。今日のテーマはラーメン。はい、ちょっと時間経っちゃったんですけど、はい、11月27日にですね、TBS 系の、はい、サタデープラスに出まして、一度は食べてほしい町中華ランキングっていうのをね、やりました。久しぶり、テレビ久しぶりで、あのコロナ入ってから特にああいうロケ系、うん、なんかあの企画が来てあれしちゃ緊急事態宣言になってやめ来ちゃやめしてて、もう全然決まってなくて、なんかあのアベマとかもいくつか出ましたけど、ほとんどリモートで、うん、ね、お電話出演みたいな感じばっかりだったんですけど、久しぶりにあのロケ楽しかったですね。あのやっぱTBS の土曜日の朝だったってこともあって、結構たくさんの人が見てくれて、はい、あの意外な人に見ましたっていうのね、あの言われてあれなんですけども、あの彦摩呂さんとね、あとはゆうちゃみちゃん、はい、そうですね、と一緒に回ったんですけどね、面白かったですね。あのもう彦摩呂さんは昔、まあ、一度ちょっと面識もありまして、あの久しぶりにお会いしたんですけど、やっぱりもう安定感というかね、宝石箱やいっぱい出てましたけども、まあもうオンエアで出てた3倍は言ってました、回数としては言ってましたけどね。だってどっちかというと、だからその彦摩呂さんがその僕が紹介したお店にもう全部行ってるんじゃないかと、そのリスト出してね、で、まあ、ここのお店になりましたって、その毎日放送からご連絡があって、で一緒に回る人が彦摩呂さんですってなったから、あ、これ彦摩呂さん全部行ったことあるんだろうなと思ったら奇跡的に行ったことなかったんですよ、うん、知ってたけど行ったことないっていうことで、よかったんですけどね。あとゆうちゃみちゃんに関してはもう僕未知だったんですけど、ちゃんとしてた、ちゃんとしてたなんて言ったら申し訳ないけど、ちゃんとしてた、しっかりした若者でしたよ、はい、ね、ですけどね、はい、そんな感じで、そのサタプラでは3件紹介したんですけれども、はい、今日はまあ全部ね、その番組では言い切れなかったってこともあるんで、その3店舗をね、追加情報をお伝えしたいと思います、はい、はい、ということで今日はサタプラで紹介した最強町中華3選追加情報、はい、ということで3件紹介したんですけど、1件ずつね、また皆さんが食べたくなるような感じでね、喋っていきますんで、はいはい、ということで、じゃあまず1軒目はこちらです。ドン、はい、1軒目は築地にあります幸い軒さんですね。大好きなお店なんですけれどもまあ幸い軒さんはね、やっぱ築地場外市場っていうんですかね、築地のそのいわゆる市場市場は豊洲に移転しちゃったんで、その中にあったお店はみんな豊洲に行っちゃったんですけどね、まあ、その場外市場はまだ残っているわけでね、その中でにある貴重な町中華なんですけれども、いわゆる豊洲に移っちゃった店だと、こう藤野とかね、矢島とか、結構その辺も非常にまあ美味しいお店でおすすめなんですけれども、やっぱ場外で僕が好きなのはやっぱ幸い軒、ここはねちょっとまあソウルフード的なというか、僕も長年通っているんですけども、まあ、築地にこう用があるときはね、朝ごはん、昼ごはんね、行きますね。朝日新聞なんかが築地にありますんで、朝日新聞行くときとか、アイアラの編集部とか行くときにはね、まあ、必ず寄るようなお店なんですけども、まあ、築地って朝早いじゃないですか。で、まあ、今は場外市場だから朝晩関係ないのかもしれないんですけど、まあ、基本的にどこの店も朝早いですよね。だからね、これ朝6時から昼の1時か2時ぐらいまでしかやってないんですよ。だからもうその時間しかやってないんですよ。だからどっちかっていうと、その築地の朝ごはんというか、その辺で働いてる人たちがもう毎日来てっていうお客さんもたくさんいて、常連さんもたくさんいるんですけれども、創業が昭和25年だ、もう70年以上やってまして、創業者の娘さん佐藤彩子さんって今おかみさんね、73歳、はい、見えない見えないね、2代目として切り盛りされているんですけども、番組でも紹介したんですけども、ここで食べてほしいメニューがこちら、ドン、シューマイですね。
このシューマイ、シューマイがそのメイン、うん、そのこの店はシューマイがうまいんだぜっていう店、僕あんまりそのシューマイ自体にそんなにあのなんつうの執着があるわけじゃなくて、あんまり店でもシューマイって食わないんだけど、どっちかというと餃子が好きなんだけど、やっぱここのシューマイはやっぱもうマストですね。あの番組の紹介したんですけど、皆さんがこう想像するシューマイね、その辺で売ってるシューマイの4倍はありますね、大きさとしては。だからほんとね、シューマイ5個とか頼むともう終わりですこんなのが来るんで、もう1個とか2個とか、まあ、ラーメンとシューマイ1個とか、まあ、そういう感じのがおすすめですけど、なんかね、ちょっと甘いんですね、あんが甘い感じで、まあ、玉ねぎがよくこう効いてんのかな、なんか甘めな感じで、すごい滑らかで、で、まあ、シューマイって大体こう皮に包まれててグリーンピースがピョンみたいな雰囲気じゃないですか、だけどもう皮に入ってないんですよ、出てるんです皮が下にこうあるだけっていうか、形をとどめるようにあるだけでもう出てて、たまんないですね。でこの幸い軒の、まあ、食べ方としてはからしとソースで食うという、これがお決まりになってます。醤油じゃないですね、からしとソースで、でこのソースがなんかこうその甘さをちょっと切ってくれるというかね、少しこうさっぱりさせてくれて、こ う, うまいんですわね。でおかみさんに聞いたら毎日300個包んでるっつってて、やばくないですか。だから1時に店終わって、まあ、だからまだ昼前ぐらいに上がっちゃうのかな、うん、おかみさんはね10時ぐらいで上がっちゃって寝て、で起きて夜とかこう300個仕込んで、で朝方3時とかですかな、3時とかにあのラーメンのスープ取り始めてみたいな、そういう生活なわけですね。すごいですね、はい、でここはあの番組ではシューマイだけだったんですけど、チャーシューがまたうまいんですよね。チャーシューでいうとまずチャーシュー麺見ましょうか。チャーシュー麺こちらドン、このチャーシュー麺もうね、おかみさんの愛なのか何なのか分かりませんけどね、もう丼を埋め尽くすチャーシューたまりませんね。分厚くてね、柔らかくて、これどうやって作ってんのかなって言ったら、大したことやってないわよぐらいの感じで一周されましたけどね、すごいめちゃくちゃ柔らかくて美味しくて、まあだからチャーシュー麺にしなくてもラーメンでも3枚ぐらい入ってるし、あの分厚いんでなかなかお腹いっぱいになりますよ。だからラーメンとシューマイでは十分な感じなんですけど、そのまあでもそのチャーシューとシューマイをもうなんかこうもう食欲の赴くままに食べたい方にはこちら、ドン、シューマイチャーシュー盛り合わせライスっていうのがあるんですよ。これがいいんですよ、ね、シューマイとチャーシューがこう皿にバババンって乗っててね、それとご飯とスープと小皿みたいな感じで、これもいいですね。だからまあここの店はね、だから毎回行ってね、何を食べるかもうすごい迷ってしまう、まあ、だから迷った方は、まずはラーメンとシューマイ1個、まあ、これからスタートですね。それでまあやそのシューマイとチャーシューがやたら気に入った方はシューマイチャーシュー盛り合わせライスだけどラーメンをどうしても食いたいんだよっていう人はチャーシュー麺とシューマイ1個、これですね、決まりですね。ぜひ行ってみてください。あのね、普通に歩いてるともう行き過ごしますんで、全然場所が分かんないんで、よくこうマップを見ながらないなないなってなるんですけど、乾物屋の横の細い暗い路地にありますんで、もうここをね見つけてみていただければと思います。そうラーメンは牛骨使ってるっつったよ、うん、美味しかったな。はい、ということで1軒目は幸い軒さんでございます。はい、じゃあ2軒目いきましょうか。はい、2軒目はこちらです、ドーン。はい、2軒目は、本駒込にあります超徳さんですね。はい、有名なお店ですよね。いつも行列、なんかもうだからあれ何通りっていうのかな、わかんない、本郷通り何郷通りわかんないけど、あの通り沿いのあの交差点のまあとこにあるんで、まあタクシーで通りして車で通りして、何なのこの店っていう人は結構多いと思いますけど、町中華なんですね。1995年創業ということで意外と26年ぐらいなんですよ。ですけども完全なる町中華なんで、まあ、平成オープンではありますけど、もうなんか老舗の部類ですね。そしてこの店ね、はい、おすすめこちらですよ、ドーン、卵チャーハン、こ
これですよ。だからあの周さん、あの店主の周さんに聞いたらね、お客さんの8割がチャーハン頼むらしいし、なんすかその店だからずっとチャーハン作ってる人いますこうやってすごい。でもね、チャーハンがね、だいたい40秒から1分の間でできる。すごいね腕ですよ、ね、で番組でもやりましたけど、ご飯、卵、ネギ、塩しか使っていないという、うん、いやそれだけ聞くと、まあ、再現性のありそうな感じがするけど、うん、できない。これがもう技術ですよねなんか油にもこだわってるとか、あとまあお米もいいの使ってるんだけど、まあ、パラパラに仕上がるようにちょっと固めに炊いてるとか、まあ、いろいろテクニックはあるようなんですが、まあ、あの鍋振りの様子を見ている限り再現不能ですね、はい、もうだから僕は結構いろいろ町中華食べ歩いてきましたけど、こんなにパラパラなチャーハンはございません今のところね。あの千代徳よりパラパラな店があったら教えてほしいです、行きたいっていうぐらいね、パラパラで卵と塩しか使っていないのに、なんかこういい旨味なんだな、うん、ね。そしてあの、はい、番組でも紹介したこちら砂肝の黒胡椒炒め、これをね、まあ、あの彦摩呂さんは全部かけて食ってましたけど全部かけて食うの、まあ、ちょっとそれもう富豪の食べ方ですけど僕のあれとしてはその、まあ、黒胡椒炒めはその食べて、うん、タレがあるね、そのタレをこうすくってその卵チャーハンにかけながら食うのがうまいんですわ、ね、だからこう卵チャーハンだけでもこうパラパラでいいうまみなんだけど、こうあのちょっとニンニクの効いたねそのタレをかけることでなんかこう主従関係がさ、卵チャーハンがちょっと引きに回って、うんうん、そのニンニクとあれの胡椒のタレをこう引き立ててうまいんですわ、ね、あとねこれ番組ではこうシュウさんがダメって言ったから紹介できなかったんですけど、レタスのかきソース炒めっていうのがあるんですよ。レタスはあのオイスターソース炒めたやつ、それのこうオイスターソースにタレをかけて食うのもうまいんだけど、シュウさんが砂肝出したかったらしいんで砂肝にしましたけどでもそれもうまいです。であと結構常連さんがやってるのは、うん、揚げ餃子がこう甘酢あんかかってるね、揚げ餃子、それの甘酢あんをかけて食ってる人も結構いるね、見るとねっていう感じで、まあチャーハンもう決まりですよ長徳さんね。でここのお店ね、あの話を聞いたら初めからこんなに混んでいたわけじゃなくて、あの2011年の、大震災、東日本大震災の時に、海外の方、まあ、周さんも中国ですけど、その海外の方ってお店畳んでっていうか、まあ、閉める、まあ、あの閉店しちゃうかどうかは別として、まあ、閉めてみんな帰っちゃったらしいんだね国に。ですけどこの周さんは店を開け続けたと、毎日こう開け続けて、でなかなかみんなこう食べに行く店がない中で、その本駒込に住んでる人たち、まあ、近隣の人たちが、まあ、来て長徳さんに来て食べて、そこから口コミが広がったらしいです。だからその地域密着というか、でその中ね、繁盛店になったという話でございましたね。はい、そして3軒目いきましょう。3軒目はこちらです。ドーン、赤坂のミンミンさんですね。これはね、まあ、僕もあの昔赤坂に勤めてた頃あったんで、その頃は本当に週に1回ぐらい行ってたぐらいよく行ってた店なんですけれども、赤坂というとあの赤坂サカスとかね、あの赤坂見附の方とか、ああいうイメージですけど、なんかあのだから要は TBS のあのビルあるでしょ、あの裏手、あそこ住宅街なんですよ、まあ、高級住宅街なんだと思うんですけど、その住宅街の中にこうひっそりと佇む町中華、もう外観見たでしょ、ボロボロな感じの外観、昭和40年創業なんですって。でおかみは清水和子さん、はい、80歳、すごいね80歳ですよ。もうでも入り口入るとおかみが待ってて、はい、あっち、あそこはい、そこやってきますかね。あのおかみとのこうあのー、ねやり取りがもうお決まりになってますけど、80歳、あそこのミンミンの上に住んでるらしいです。だお家なんだって。でそこの1階がまあミンミンになってるわけですけど、であの息子さんたちがね
継いで作ってますけど、あと息子の友達とかさ、要はあそこがほら家だから近所の友達、あの小学校時代とか、ね、とかがこう手伝ってやってますけどね。もうここはね、まず1個、はい、餃子を紹介する前にこちらです。ドラゴンチャーハン、これがねここの有名メニューで、まあ、ちょっと超徳さんとチャーハンかぶっちゃうんでドラゴンチャーハン紹介しなかったんですけど、まあ出てますよドラゴンチャーハン。まずまあ名前がちょっと独特なんですけどもまあニラとニンニクがめちゃくちゃ効いたチャーハンなんですよ、ね、だからちょっとその後デートある人とか打ち合わせある人はおすすめできないんですけどまあ今日は内勤だからみたいな人はもう思いっきり食らっていただきたいんですけどね。このドラゴンチャーハン癖になりますね。なんかここはなんかね卵を1日寝かせてるらしいですね。1日寝かせて茨城のお米を使ってみたいなこと言ってましたけど、まあそれが中毒性高い。そしてまあもうミンミンといえばこちらですよね。こちら餃子です、ね、赤坂ミンミンはもともとその渋谷にあった伝説の餃子屋さんの出身ということで、まあ、餃子が売りにしたかったお店としてはね。ですけどドラゴンチャーハンがあまりに売れすぎてドラゴンチャーハンの店みたいになった、うんうん、でその中で今の2代目がどうにか、まあ、うちはもう餃子や伝説の餃子出身だから餃子食べてほしいからなんとかこの餃子を有名にしたいなと、あと餃子のその個数が食えるようにしたいなと、1人1皿とか頼んでも食べれちゃうような餃子にしたいなということでいろいろ考えてできたのが酢胡椒ですよね、うん、お酢に胡椒をバーッとかけて、それがやっぱこうなんかさっぱりさせてくれて結構バカバカ食えちゃうというね、それをこう2代目が発案して大ヒット、素晴らしいね。あんがパンパンに入ってるんですよ餃子だから味が濃いと思ってる人多いと思うんですよね。酢胡椒をつけるぐらいだから味が濃いんだろうと思ってると思うんですよ。味そんな濃くないんですよ。ただあんがパンパンに入ってるんで結構まあ個数を食べるとお腹いっぱいになってくるっていうのは多分あるんで、それをなんかこう酢胡椒でこうさっぱりとさせてくれる。で胡椒を結構たくさん入れるんですけども、その辛い感じもないしね、うん、いいですよ。でまたそのおかみがね酢胡椒をね作ってくれるわけです。こうパパパパパパーってもう真っ黒になったのが出てくるわけですけど、それもまたいいですね。そして皆さんの中には餃子酢胡椒だとつぶりやがってと、俺はもう醤油とラー油とお酢でびっちゃびちゃにして食いたいんだよっていう方もね多いと思いますけどね、ありません、置いてません、もうテーブルに酢胡椒以外では食えないようになってるという、これもすごいよね。もうでもねやっぱりそのまあ赤坂みんみんで酢胡椒が始まって、まあ、ちょっとブームみたいになっていろんなお店で酢胡椒をこうなんかおすすめしてる店とかね、あとまあああいう普通のチェーン店とかに行って酢胡椒で食べてる人もいるんだけど、まあ、おかみに言わせればよ、餃子が合ってないわよと、なんでもかんでもつぶって酢胡椒にしたらうまいよねじゃないのよと、この餃子あっての酢胡椒なのよと、だから醤油ラー油酢よりも酢胡椒の方がいいって言ってるわけじゃなくて、まあ醤油ラー油が合う餃子もあるし、うんね、やっぱ餃子側がちゃんとしてないと酢胡椒なんて合わないのよって言ってましたよ。かっこいい ね。でも本当にねすご、僕なんかだからどっちかっていうとやっぱ醤油ラー油酢でぶっちゃぶちゃにして食いたいタイプなんですよ、うんうん、普段はね。だからやっぱこうミンミンでもう酢胡椒からは逃れられないわけなんだけども、その酢胡椒で食ってると、まあ、ミンミンの餃子はやっぱこういう風に食べて美味しい餃子なんだなっていうのが本当に納得できるんで、行ったことない方ぜひね体験してみてほしい。だこれでなんか酢胡椒派になろうねってことじゃないんですよ、うんうんうん、ここは酢胡椒で食うのがうまいよっていうことで、ね、それをぜひ体験してほしいなと思っております、はい、ね。そんな感じの3軒でしたよ。町中華もいっぱい今回もリスト出しましたけどね、うん、町中華ってもうすでにお客さんいるし、町の常連さんで成り立ってるんで、そのテレビで宣伝してもらう必要がないんですよ、うん、だからそれでなんかテレビ見て人いっぱい来ちゃって常連さんが入れなくなっても困るから、あ、まあ、そのね、いわゆるその宣伝というか、取材お断りのお店もとっても多い中で、ね、まあ、今回はですね毎日新聞でね、毎日放送の、うん、ディレクター
松戸さん、はい、松戸さんがね素晴らしかった。もうね結構いろんなテレビでやりましたけどね、あの町中華も全然そのあのなんていうんですか、あの取材が OK 取れなくて、うん、できなかった企画もたくさんある中、まあ、今回のディレクターさんきめ細やかだったっすよ。本当にお店にもちゃんと気使ってアイドルタイムでうまくやってね、素晴らしい。しかもあのロケ1日でやってますから。でも途中で僕会社行って会議2本やってますから、あの日素晴らしい。すごいですね、やっぱりね、いいスタッフにいい番組ありです、うん、そうですね、ということでね、また毎日放送さんと仕事したいなと思ってるんでね、はい、あのお願いしますよ、ね、で、そうだ、関ジャニ∞の丸山くんの番組だったわけですけども、はい、これはファンの皆さんもいろいろこうあの書いてましたけどね、うん、関ジャニ∞のニューアルバムに、うん、町中華っていう店が入ってる、あの町中華っていう曲が入ってるんですよ。へ、岡崎体育さんが書いた曲らしいんですけど、うん、その町中華って曲が入るんでこれできた企画なんです、これ。あ、なるほど、ね、なので、ファンの皆さん、あの番組にも感謝してください、ね、あの番組で自然に町中華を流すために、うんうんうん、彦村さんとゆうちゃみちゃんと回っていたという、ね、そして僕にも仕事が来て、はい、ありがたい限りなんですけどもね、またなんか町中華の企画ね、あのお待ちしてますんでよろしくお願いしたいと思います。はい、ということで今日はサタプラで紹介した町中華参戦の追加情報でございました。はい、この番組は2週に1編の生放送とサザン、ラーメン、本のミニ番組を配信しておりますので、こちらの方からチャンネル登録をお待ちします。そして今日の動画が良かった方はぜひグッドボタン押していってください、お願いします。はい、ハッピーエンドのお知らせでございますが、はい、はい、ハッピーエンド忘年会2021カラオケ祭典紅白歌合戦、ご来店順に赤組白組に分かれてカラオケ祭典の合計点で、勝敗を決めます。サザンの楽曲以外でも OK、 お箱を歌いにいらしてください。事前お申し込み制なのでホームページご覧くださいということですね。はい、そして、はい、サザンセッション会は1月28日金曜日8時半から生配信、生配信ですけど、あと少しだけ観覧演奏者を募集しているということで、お申し込みフォームでの、申し込みをお願いします。ホームページとか SNS に書いてますので見てくださいということです。ご視聴の方はハッピーエンド YouTube チャンネルをチャンネル登録お願いします。はい、はい、告知ありますか。チェックよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、今日の町中華の情報とかはですね、あのヤフーニュースの方でも書いてまして、はい、ちょっとまだあの長徳の記事書いてないんですけど、あの幸い県の、メミ書いてますので、はい、ぜひ見てください。あの私の記事の情報とかはツイッターとかでね、いつもあの発信してますんで、ぜひフォローいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということでございまして、今日はサタプラで紹介した町中華追加情報をお届けしました。アシスタントはリサちゃんでした。ありがとうございました。そして私井田隊長でお送りしました。ではまた次回、バイバーイ。受かる気持ち上手でいいのベイベー。